今週のおまけです。今週のおまけは長州男児さん、男性20代、神奈川県、西田先生いつも応援しております。私は以前週刊西田で結婚について人生相談させていただき、既婚者としての自覚は結婚式や子供の誕生を経て、徐々に芽生えるものだという条件をいただきました。先日結婚式が終わり、新たに感じたことがあるので、よろしければまた人生相談させてください。どうぞ。先生のおっしゃった通り、結婚式では両家の巻き巻きと続いてきた対流を感じ、自分がその一部としてまた結婚したことを感じまし、感動しました。これから生まれてくるだろう自分の子供もそういうことを自覚できる大人になってほしいと思います。恥ずかしながら自分がそうしたものを大切に思えるようになったのは20代後半になったからですが、先生でしたら ご自身のお子さんにどのように教えますか。ご助言いただければ幸いです、ということです。おめでとうございました。そうか、20代で結婚された立派な方じゃないですか。この頃ね、私は27歳、8歳になる年に結婚しましたがね、昔はそれぐらいだったんですね、男は。これから生まれてくる子供にどういう教育をするかということなんですけれどもね、結局ね、私は、28歳で結婚して、その次の年に子供が、長男ができ、それからまたその後の、2年後になってから2つ違いで次男ができ、それからその後ですね、8年後ぐらいかな、ちょっと年が空いてから長女が生まれましたけれどもね、この3人とも、同じようにずっと育ってきました。でそれは何かというとですね、要するに家族ね、我々一緒にみんな両親も一緒に住んでましたし、そういう環境の中で育ってきました。最初は祖母もいましたからね、要するに家族で、みんなでですね、この旅行行ったりするのも行くわけですよね。でそれから家内の方、私の妻の方の、実家も同じ京都ですから近くにあったんで、しょっちゅう、遊びに行ったり旅行行くときはその家内の家族も一緒に行ったりですね、要するに、自分たちは親子、各家族の関係だけじゃなくてね、その後ろにいる親戚、そしてそれから、私の、兄弟がいますから、兄弟はまた結婚して子供ができたりすると、そうするとそのいとこになるわけですよね、子供にしたら。そういう大きな、この血のつながりというか縁のつながり、そういう大きな大家族ですよね、そういうものが自分たちにはある。というのを知ってくるとですね、そこでまた付き合いしてくると、でそこからまたその先のいろんなつながりが見えてくるわけですね。つまり社会というのが、例えば一人っ子の場合はですね、そしてお父さんお母さんが共働きでなかなか家におられなくて、で預けられていると、保育所とかね、そういう方ももちろんおられるわけですけれどもね、得てして、その横のつながり、縦のつながりが見えてこない、自分一人というのがね、強調されてくるわけですよね。でそして学校なんかでもですよ、一人一人の人権が大事だとかね、一人の人間として認められることも大事ですけれども、やっぱりそこはですね、一人の人間では社会に成り立たないわけで、一人の人間が生まれてくるためには二人の両親がいるし、その二人の両親がいるためにはまた4人の両親がいるわけですね。でこういう社会全体のつながりの中で自分というものを見なきゃならないんですが、得てしてこの縦と横のつながりをですね、無視をしてというか、そういうことを感じずにね、大きくなってしまう仕組み、またもっと言えば、そういう縦横の仕組みをですね、大事にするよりも、自分自身の存在を一番大事にする方が正しいんだという、究極の個人主義というかね、これは原子論ですよね。自分たちは、一つの原子として存在してるんだという話なんですが、それは間違ってるんですよね。というかそんな原子だけでは存在できないんですよ。で一つの原子で、一つの個人で、個として存在は実はしていないと、子としての存在しているようだけど、その存在の前には二人の親がいる、そのまた二人の親がいるというね、こういう命のつながりというのがあるわけですよね。そしてその命のつながりというのはまさに家族そのものなんですよね。そうすると子どもたちに教えなきゃならないのは、得てして今の教育というのはですよ、個人としてね、お前の好きなように生きたらいいとね、で何でも
子供の言うことをやらしてやろうとかいう、ね、それはそれで結構なんだけれども、大体子供はですよ、生まれた時から、ね、好きなことをやれと言っても何が好きなんだか、そもそもそれがわからないんですよ。でもっと言えば何のために生きてるくるのか、生きているのか、でそういうことがですね、分かるようになるのはある程度年齢がいかなきゃ分からないんですよ。でそのためには社会の仕組み、社会のルールで、そして自分が生まれてきた背景、まあ、そうしたものをで全体を知る、でそこから初めてで、自分が何のために生きていける、生きてきたのか、生まれてきたのかと、また生きていかなきゃならないのかと、子供に何を知るべきなのかと、こういうことが見えてくるわけなんですね。ですからよく論語でね、我自由融合にして、学を志すと、で30にして立つ、で40にしてまず立つという形でありますよね。50にして天命を知る、60にして耳従うんですか、で70にして心のするところを行えど範を超えず、まあ、こういう論語の話がありますが、これでもですね、我自由融合にして学を 10歳、ね、少々から勉強しだしてきたと、でそこから先20はないんですよ。30にして立つ、30にして自分はですね立ち上がったと、でそして40にして惑わずと、で40になってようやく惑わずですよ。 ですから、20代はそんなことわからずにがむしゃらに生きてきて、30でようやく自立して立ったんですけれども、結局40にして初めて迷いが取れたと言ってるんですよね。だからそれぐらいの年齢まではですね、迷って迷っているわけなんですよ。でところが、ね、そうであるにもかかわらず、初めの時から、ね、生まれた時からお前自由にしていいからね、というような教育やっちゃったら絶対ダメですよ。実は子供に対する親の責任放棄ですよね。で幸いにして私の場合には、親父もおふくろも、まあ、そういうことに関してはですね、非常に、まあ、厳しいというか、社会の常識やそういうことはですね、厳しく教えられましたしね、特に親父には目から火が出るほどですね、よく叱られもしました。叩かれももちろんしましたけしね、しました。ですから子供たちにも、そういうところの面はですね、割と厳しくしたと思います。でそういうことを、知って大きくなってきた大人と、そういうことが分からず大きくなってきた大人とではですね、この30年40年経った時、ものすごく大きな差が出るんですよ。ものすごく大きな差が出ます。ですから学校行って勉強して、まあ、塾行って勉強して、学歴いい子はね、いくらでもこれからも出てきますけれども、いくらいい学歴であってもですよ、一番肝心の部分を、この人のつながりの部分、人間の社会の存在の原点は縦のつながりと横のつながりで、これが全部なければ自分が存在してないという、このことが分かると、まず謙虚になれるんですよね。自分が中心だということが、自分が中心ではなくて、自分がいるのは社会のおかげ、ね、でこの先祖のおかげ、まあ、そういうことが分かってものが、考えられる人と、そういうことを、まあ本当に理解できずにですね、大きくなってきた人では、どこの大学出ようが、いい大学出ようがで、ね、全く意味がない。それが分かってない人は、社会では私は役に立たないと思いますね。ですから、ちょっと長い話になりますけど、長州男児さん、結婚されて子供さんができたらですね、そういうことを、教えていくと。しかしこれがまた難しいんですよね。そう簡単に子供に教えられません。で子供に教えようとする、ね、そこをもがき苦しむことによって、自分が実は一歩二歩成長させてもらえるんですよね。で社会人として大人として大きくなれると、まさに子供によって親は親になれるんですよね。これは本当にその通りだと思いますね。ですからいい奥さんを、たくさん産んで育ってですね、いい立派な大人になってください。よろしくお願いします。今週のおまけでした。